もう、うん、内臓痛いですね。そうだと思いますよ。今気づいた。ここ刺さられてめっちゃ気持ちよかった。うん、そうですね。やってあげるといいと思います。やっぱこの腎のところになりますので。だからちょうどウエストラインだったりですね。さするだけでも、ああそうすごくいいんですよ。癒されるというか。そうですね、うん。治るみたいな感じがする。うん、いやそれだけ衰えてるわ、うん。そうだと思います。うん、今お腹からやられて全部が楽になった、うん、いろいろ。うんうん、だからここがすごい痛いって感じてたんだ。うん、だと思います。そうですね。うん、そうなんですよね。一気にその側面も痛くなくなった感じがします。お腹がね、こんなカチカチだとやっぱりそれはかがめないですよね。うん。かがんで。ちょっと背中が痛いですよね。痛い。うん、そういうことですね。たどり着けないね。なんかそんな専門的じゃない。まあ、予備知識としてもともとそういう知識があるわけでもないから。うん、ないしね。こんなお腹の重要性なんて。あ、確かにね。ああ、随分重要ですね。当たり前だけど。そうですね。当たり前じゃ分かんない。まあまあ、腰痛いなら腰だし。まあね、そう思いますよね。あのね。待ってて、うん。もうすぐ終わるから待ってて。ああ、うん、はい、いやでもなんか、うん、あ、それすごいお腹あったかくなってますね。あったかくなるっていうことが分かりたかったですね。いやでも中ででもね、うんうん、やられて分かったけど、内臓痛んでる。あ、いや内臓にきますよ。本当内臓痛んでる、痛いもん内臓。そうでしょうね。うん、あので特にねその冷え老化っていうことでいうと腎臓なんですよ。でまあこの辺りですよね。この辺、うん、結構ね、腎臓が肝腎要の肝腎ですから、やっぱり血の老化の肝と、まあ、東洋医学ではもう一番その根本のエネルギーというか、この腎っていうのをすごく重要視してるところになりますので、やっぱりこう腎が弱いと体が衰えるというような、まあ、ものですので、うん、内臓痛いですね。そうだと思いますよ。今聞いた。まあ、非常にそのどちらかというともはやこう食べ物ってもそうですし、精神的なストレスなんかもそうですし、まず内臓から来ると思うぐらい、結構筋肉とかは代謝とかね、こう鍛えるとかってことができるし、まあいいんですけど、まあ触れるしね。でも内臓ってやっぱ見えないし触れないし。まあ、なかなかそのね具体的にイメージもなかったりない、うん、一生懸命読んでもピンとこないピンとこない。 そうですよね。本当そうだと思いますよ。だからやっぱりついつい おざなりになってしまうというか、うん、そういう部分もありますしね。内臓が弱ってる、うん、もうでもそれを実感できたっていうことがすごく大きな進歩っていうかね、うん、いい方向に、うん、なってますので、やっぱね体が、あ、ここが弱かったんだなとか、あ、これが気持ちいいなって心から納得する分かる思うっていうことがないと、やっぱりいくらね本読んでも、ね、いいとされるものを食べたり運動したりしてもいまいちピンとね、そのそう来ないから、なんかやっぱりなんだろう、あんまり効果感じられないなとか思うと続けたくないなになっちゃったりね。やっぱり自分がね納得できることが大事なので、そういう体感が一番大事ですね。多分まあこれで結構便とかもしっかり出るので、またそれで体が楽になるとか、なんていうんですかね、すっきりするっていう感じが出ると思います。はい、もう普通に触った感じでももう全くお腹違います。試してみてください。うん、違う、もうここにね、なんか筋肉ないのに、筋肉ないのに筋肉みたいになってた、うん、そうですね、盛り上がった感じで、うん、硬かったですよね。今ってここ刺すられてめっちゃ気持ちよかった、うん、そうですね、やってあげるといいと思います。やっぱこの腎のところになりますので、
そちらのウエストラインのあたりですね。さするだけでも、ああそうすごくいいんですよ。癒されるというか、そうですね、うん。治るみたいな感じがする。うん、そうですね。まあ手当てって基本ですからね。最初のこう意外とこうさすっているあったかさとか、うん、っていうのが結構一番癒しになるというかね。うん、そうかもしれません。いやそれだけ衰えてるわ、うん。いやそうだと思います。うん。まあ、年齢的にももうやっぱり若くはないところに来てるので、ね、こういったことがあってかなりねガクンと来た部分あると思うんですよ。そうね、全体的に、うん、顔色も良くなったとは言うけど、うん、悪いから、うん、悪いところから良くなってるわけで、うん、やっぱりパッと見てもやっぱり疲れてる感じがするし、顔も、で皮膚の感じもね全然潤えないし、そうですね、むくむ、冷える、ほてる、だるい、それはみんな腎臓ですね、乾くとか、乾くはあるな、そうですね、乾くから飲む、飲んでも代謝できないみたいな、そうですね、むくんじゃうんですよね、そういう人はやっぱり、そうなんですよ、そのこういうところがね、内臓がしっかりしてないと、あの水分とっても栄養とっても、体にね反映しないという風になっちゃいますね、はい、特にお腹がねしっかりあったかさ柔らかさ出てるので、かなり全身気の巡りが良くなってると思われますので、様子見てみてください。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございましたじゃあ気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you。